やるかということで皆さん、どうもおはようございます。今日から毎日動画投稿、ポケモン、空の探検隊の投稿を開始したいと思います。はい。ということで、まあ皆さんね、なんか作業の BGM とかで聞いてってもらえればありがたいなとは思います。やってくで、この名作を。やっとついにできるね。この名作をやりたくて仕方がなかった。ってことでやっていきましょう。不思議のダンジョンの色旅じゃない。普段色違いの厳選してるんでね。ちょっと色旅って言っちゃった。じゃあやっていきますかね。やばいなこの BGM 聞くだけで、ニヤニヤしてしまうね。やっていきましょう。もう楽しむで、マジで。ただ楽しむだけの配信でいくで、俺。配信つうか、実況でいくよ。さあ、性格ですね。うわ、日の嵐引きたいな、ここ。さあ、ようこそ、ういっせ俺です。ポケモンたちの世界へ通じる入り口。あ、どうもっす。はいはいはい。冒険出る前に君にいくつか質問があるんだ。全然質問してください、ほんと。バイトの面接何個受けてきたと思っとんね、俺が。準備大丈夫よ。質問スタート。うわ、日の嵐引きたいな、ここな。時の探検隊か闇の探検隊で遊んだことがありますね。小学校3年の頃に徒競走で3位内に入ってお金買ってもらったから、いつかきっとビッグになって、もちろんでしょ、野望はもう持ってるんですよ。学校の先生をお母さんと呼んでしまったことがある。ないと言いたいですね。あります。昨日まで仲の良かった友達が突然口を聞いてくれなくなった。なんでだと思う。多分嫌われたんだよね。なんでなんで。選択肢がおもろいな、これ。思い当たることがある。まあまあまあ、これじゃない。これじゃないよな。よほどやけどな。相当やけどな。ものすごく美味しいと評判のレストランのお食事、君はどのコース。重々肉コース、ヘルシー魚コース、わしは何でもコース。いや、まあ俺はね、重々肉コースですね。焼肉キングでこの鍛え上げたこの胃袋。いい知らせと悪い知らせがある。ああ、まあ悪い知らせからかな。俺はカラオケ大好き。カラオケ大好きよ。今年の僕、あ、持ってますね、それが。登録者1万人。行きたいですね。映画館にやってきた。次のうちどれが見たい。アクションもの、感動もの、恋愛もの、ポケモンでしょ。ポケモン一択だけど、まあまあこの3つなら、そうね、感動系かな。恋愛なんてもう、見ててもな、胸くそ悪いだけやから。君は男の子、女の子、男ですね。バチバチの男ですよ。出た。俺の波動ですか。恥ずかしいな、ちょっと俺の波動。ちょ、みんな見ないで、俺の波動。ちょっと恥ずかしいな。心つくて。オッケー。リボンを指で押してくれ。ふぅ。日の嵐来てくれ。お願いします。お願いします。君の波動が良かった。よかったよかった。ピンク？お姉なの？だ、お姉じゃないわよ、私。ちょっと、勘弁してよ。君はどうやら、ちょっぴりな、バレちゃいましたか。バレちゃったか。すいません、ちょっと生意気でね。他の人から命令されるのが大嫌い。そうでもないけどね。割とそうでもないけどね。グループからは距離を置いて自分だけで行動する。一匹狼タイプ。固まりたいですけどね。配信的にはそうだね。一匹一人でやってますね。年上の人からは煙たがられるかもしれない。まあ、どうかな。わかんないわ。年下の子たちは君のこと憧れの。マジで？うっそー。俺、今まで俺、学校行ってて先輩って呼ばれたことなかったんやけど。マジで？そんな生意気な君を。はい。リアル！なんかいいじゃない。なんか嬉しくない？リオルって。日の嵐が良かったけど、まあ相棒に選べればいいか。これね、パートナーも確かランダム。あ、いるね。いるね。いたわ。じゃあ日の嵐さんで行きますか。頼むぞ、日の嵐。ちょっと被るけどな。パートナー名前決めれるんか。山田かな？うん、山田がいいね。やっぱ友達と食べ行くときとかにね、予約表に山田っていう名前でね、偽名使いやすいしね。山田で行きましょうか。呼びやすいしね。愛嬌も、愛客、愛、うんうん、愛嬌も湧きますね。準備完了。では、いよいよポケモンたちが住む世界に。よっしゃー、ついに行きますか。やっとポケモンたちの世界に。頑張ってくれ、ありがとうございます。頑張ります。さあ、ついに、ポケモンダンジョンの世界。チャプター1、嵐の海で。あったな、懐かしいな。うお、大丈夫か。離しちゃダメだ。もう少し。なんとか頑張るんだ。ダメだ。このままだと。これがね、後々なぜこうなったかってのはわかるからね。はい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 。
すごい波よね、これね。高低差風に言うと、いや、すごい波っていう感じね。どっちかというと高低差だな、今。いいですね。嵐ですね。ん、え、綺麗よね。いいグラフィックだ。ドット好きだわ。アリオルだ。俺だ、俺だ。これ俺です。ダメだ。意識が。やばい、ちょっと遠のいちゃってるな。これ俺です。出た。山田だ。いや、こんなことをしてやダメだ。今日こそ勇気を振り絞らなくちゃ。勇気ありそうやな。誰の足形？誰の足形？足形日の嵐。じゃあ山田だよ、バーカ。びっくりしたわ。ダメだ。結局入る踏ん切りがつかないや。今日こそと思って来たんだけど。はいはいはい。この宝物を握りしめて。まあまあでかそうやけどな、これ。そうやな。持っとけ持っとけ、宝物は。ああ、ダメだ。僕ってほんと臆病もんだよな。性格臆病か。情けないよ。鼻プンプンしとんだ。かわいいな、日の嵐。未来の相棒です。お！おい、ズバッタ！今の見たかよ。はい、もちろんだぜ、どこやす。悪もんでしょうね、こいつらね。あれ、きっとお宝かなんかだぜ。狙うか。おう。ちなみに、この2匹の色違いはもう出してますね。そんなんええねん、もうどうでも。普段は色厳選してるんで、そっちもよろしく。宣伝入れていく。さあ、うわ、クラブが泡吹いとるわ。ここいいよね。このてかもうほんと BGM やばいよね。なんか来るもんあるよね。わあ綺麗だ。いやまた可愛いなこいつ。いい景色よ。ほんとはこれ上下重なって見れるんですけどね。ちょっと今左右になってるから分かりづらかったけど、ここは天気がいいといつもクラブたちが夕方に泡を吹くんだけど、夕日の海にたくさん泡が重なって、ほんといつ見ても綺麗だな。そうか。説明ありがとう。いや、いいよね、ほんとに。ポケダン好き。もうここでもうゲームに取り込まれてるもんね、俺らね。いいよな。僕、落ち込んだ時は決まってここに来るんだけど、今日も来てみてよかった。ここに来るといつも元気が出てくるよ。いいよね、ほんとにね。ここの景色俺も好き。あれ？なんだろう？ああ、俺っす、それ。それ俺です。俺だよ、またそれ。君どうしたの？大丈夫？さすが山田、気使えるわ。気がついた。よかった。おい、気がついたぜ。動かないから心配しちゃったよ。ああ、大丈夫、大丈夫。頭を強打しただけ。君、ここで、なあ、マジで？記憶がないんだけど、俺。僕は山田。よろしくね。それで君は？ここら辺じゃ見かけないような。そうなの？リオルって珍しいの？人間だって？でも、君どっから見てもリオルだよ。嘘！俺は俺だ。確かにリオルになってる。でもどうしてだろう？何も思い出せない。君なんか怪しいな。もしかして僕を油断さ、いや、そんなことないっすよ！そんなことないっすって！全然、そんなことないっすよ。逆に怪しいわ。本当に？じゃあ名前はなんていうの？そうだ、名前は！わらぴですね。嘘そう。冗談。わらぴです。俺だ、山田！わらぴだ！わらぴです。どうもです。どうやら怪しいポケモン、おお、名前！やっぱいい名前でよかった。さっき疑って、いや、いいよ。人には誤解ってもんがあるからね。というのもさっき、まあ、ポケモンやったけど、最近悪いポケモンが増えてきてさ、いきなり襲ってくるポケモンもいるし、なんか最近物騒なんだよね。いや、山田！おっと！
なんなのいきなり。結構キレてんな。お前に絡みたくてちょっかい。うわ、かまってちゃんかよ。メンヘラタイプやな、このズバット。それお前のもんだろ。あ、それ、俺のっす。悪いが、おい、なんちゅうことしているんだ、お前はよ。てっきりすぐ奪い返し来ると思ったが、なんだ、動けねえのか。意外と育児なしなんだな。ジャイアン口調やな。最高ぜ。じゃあな、岩虫くん。ひひ。やべえな、倒さんと。あいつら許せねえ。うちの山田の石を。どうしよう。取り返そう、取り返そう、山田。あれがなくなったら僕。泣き虫やな。なんとかと、行こうぜ。でもな、無償ってわけにもいかんのよな。中学の部活と違うわけやから。ねえ、ちょっと、なんか、時給的なものを。手伝ってくれないの？あれ、本当に大切なものなんだよ。あれがなくなったら僕は、まあ、無限ループですね。しょうがねえな、山田。手伝う、ああ、いいだろ。七三な。石悪気か。さあ、海岸の洞窟。来ましたね。ちょっとこれ下画面メインにしようか。これでいいかな？これで大丈夫ですかね。さあ、行きますか。じゃあ、ついにポケモンダンジョン。もういきなりサニーゴが見えとくね。下の方にね。金だ、金だ、金、金。金は取っとくと後悔ないぞ、これ。いけ。俺、いいね、懐かしい。たまらんわ、この感じ。よっしゃ、やっていくぞ、日野らしい。さあ、あ、階段が見えた。これね、ダンジョン系っていうのはね、この階段を進んでいって、どんどん地下に行けば行くほど、進んでいくって感じなんですね。はいはいはい、行こう行こう。もう、早速階段乗っちゃうよ。どんどん乗っていくよ。はいはい、不思議な床。ここに乗れば、確か、B とか下げられるじゃないですか。防御力、攻撃力。下がったやつが全部、リセットですね。噛みつけ！行け！おら！ナイス。海岸洞窟。もうテンポよくパンパン行くで。パン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 行くで。遠回りしちゃう。うわ、めっちゃ種あるやん、ここ。爆裂の種。あ、爆裂これ2個持とうか。ちょ、待てよ。確か1個だけアイテムを持てるはずなんですよね。これね、寝てるポケモンの横に行くとね、起きるんですよね。懐かしいな、この感じ。たまんねえな。説明いる俺。説明いらない気がしてきたんやけど。知ってるでしょ、みんな。お、奥底来ましたね、ついにね。やっと来たぞ、ほんと。お、で、こいつらなんでここに来たんやろな。そう、なんでこいつらここに来てんだろうね。おい、おい。おやおや、誰かと思えば弱虫くんじゃないか。そんなフリーザ口調に。盗んだもの、盗んだもの返してよ。かわいいなぁ、山田はほんと。山田はかわいい。やっぱあれはお宝なんだな。思ったより値打ちがあるかもしれねえな。どっかに売っ払えば高い値がつくかもしれない。お前らみたいな奴がおるから、ほんとに。ねえだよ。おい、返すよ、バカ野郎が。腕ずくで来るんだな。腕には自信があるよやな。おそらく強敵や。こいつら油断せずに行こう。まずは電光石火。7ダメージ。そっから道具へ爆裂の食べる。わらび、危ねえ。はい、35。殺していく。強っ。これね、煙幕強えんだよな。このポケダンにおいての。はいはいはい。当たんない当たんない。当たんないよ。うい、噛みつけ。いて。いて。バカ野郎がよ。何やってきてんだよ。くっせ。やめろ、バカだれが。うちの山田に臭い気を吐くのは。よーし。圧勝と言っていいんじゃないでしょうか。いや、やられた。返せ。盗んだものを返せ。こんな奴らに負けるとは。これは返し、ああ、返してもらおう。まぐれで勝ったからっていい気になれないな。覚えてろ。まさに悪役やな。ベタベタな。やったぜ。よかった。僕、本当に取り返すことができたんだ。かわいいな、山田は。わらびが手伝ってくれておかげ、ああ、もう、感謝しろ。ありがとう、わらび。ってことよ。本当にありがとうね。つい成り行きで助けちゃったけど、本当に良かったのか。まあ、良かったでしょ。あんなに喜んでるし。感謝されて悪い気分にはしない。まあね、そうだね。
さっき盗まれたもんだよ。これは遺跡のかけら。と言っても僕が勝手にそう呼んでるだけなんだけど。でもこの遺跡のかけらには、僕の大切な宝物、あ、遺跡のかけらはか。僕の大切な宝物なんだ。僕は前から昔話や伝説が大好きでさ。あるよ、そういうのは。そんな話を聞くたびにワクワクするんだよ。だってそう思わない？謎の遺跡や隠された財宝。闇の魔境や、誰も行ったことがない新しい大陸。そんなところには黄金やお宝がザックザク。そこにはきっとロマンがある。僕はいつもそんなことを考えてはワクワクしてるんだよ。そしてある日、ふとしたところで拾ったのがこの遺跡のかけらなんだ。一見ガラクタにも見えるけど、よーく見てごらん。なんか書いてあるね。これ自分で書いたんじゃないの？これ。ここに血垂らしたら、デモンが出てくるんじゃないの？不思議な模様が書かれてるね。書かれてるね。本当だ。確かに不思議だ。こんな模様は見たことがない。この模様にはきっと意味があるに違いないよ。このかけらや伝説的な場所や秘宝への入り口になっている。そんな気がしてならないんだよ。だから僕も探検隊になって、このかけらがハマる場所をいつか探検したい。発見したいか。発見したい。僕自身でこのかけらの謎をいつか解きたい。そう思ってさっきも探検隊に弟子入りしようとしたんだけど、でも僕育児なしでさ。わらびはこれからどうする？まあ俺は就職先決めるよ。記憶をなくしてなぜかポケモンになっちゃったってことだけど、まあ行くあてはないよね。行くあてはない。確かにね。まあとりあえず宿見つけるよ。どっか、もしないならお願い、僕と一緒に探検隊やってくれないかな。探検隊？そうね。しょうがねえな。なんかいきなり頼まれちゃったね。探検隊ね。あの、もしかしてこれ何？もしかして、もしかして、なんだの？うまく丸め込もう。こいつ、だからこんな性格やねん、ほんと。だから診断テストで生意気な性格とか言われんねん、こいつ。それ行く。じゃあ正直言ってわらびより頼りにしたいと思ってる。あー、でもさっきドーガースたちと戦った時、一緒にいてとっても勇気が出てくる感じだ。そんだけ褒められちゃしょうがねえな。やってやろうじゃねえの。乗せられようか。じゃあ丸め込まれようかね。とりあえずこの山田と一緒にいる。こいつも多分もともと人間やと思うで。名前的にもともと人間の名前してるもん、こいつ。山田だし、行くか。しゃあねえな。行くぞ山田。多分俺より人間っぽいよ、名前は。よっしゃあ、ありがとう。僕たち絶対いいコンビになるよ。まあいいですね。まずはプクリンの弟子ところ行って弟子入りしよう。そこはプクリンさんじゃないよね。修行はとても大変そうだけど、でも頑張ろう頑張ろう。やったろやねえか。俺らで全部の宝かっさらっていこうぜ。こうして山田とわらび、なんか、字面がな、字面があれやけど。日本感すごいけどな。探検隊が結成され、ありがとうございます。そしてそれは、これから起こるであろう遥かな冒険への入り口だったんです。そうでしょうね。うえぇ、絶対ここにはまるじゃん。ねえ。絶対あそこにはまるよね。第一章、山田とわらびの出会いでした。冒険記録書。今何分ぐらい？何分ぐらいやってんの？まあまあ、とりあえず続けてやっていきましょう。ギルド入門。いきますか。ついに入門ですね。やっとここまで来たか。始まったばっかや。さあ、山田ち。ここがプクリンのギルドだよ。想像しい建物やな。これ、ギルド長変わったらどうなんねん、これ。なるなら、まず、チームを登録して、一人前になるまで修行をしなくちゃいけないんだけど。ブルブル。口出てんのか。なんか怪しげなところだよ。まあね、怪しいたらないよね。今度は笑いも一緒なんだ。勇気を出さなくちゃ。ポケモン発見、ポケモン発見。誰の足形、誰の足形。日の嵐、日の嵐。うわ、ダメダメだよ。そう、ここ我慢して。よし、そばにもう一匹。何です、俺の剣を刺しただと。ただもんじゃねえな、こいつは。お前も乗れ。ただもんじゃねえぞ、これ。
あ、俺のこと言ってんの。あ、ごめんごめん。絶対これ抜けるよな。結構スペースあるよね。ちょっと。誰か上に乗っても落ちないようにはなってるけど。でもなんか妙なんだよね。足の裏がこそばい、そういうのいいんだってだから乗れ早くお前は。はいはいはい、すいません。すいません。ごめんなさい。すいません。はいはい。足型は、足型は、どうした？見張り番。見張り番？見張り番ディグだ。どうしたんだ？これディグダがね、足を見てるんですよ、多分ね。足型は、多分リアル！多分リアル！合ってる合ってる。大正解。な、多分って？だって、この辺じゃ見かけない足型だもん。情けないな。足の裏の形を見てどのポケモンかを見分けるのがディグダ、お前の仕事だろ。何者かがディグダーの正体を全て明かしたな。まあ、合ってるよ。リオルですって言ったらや。リオルもね。まあ、出したな。まあ、確かにリオルはここら辺じゃ見かけないが。でも、怪しいもんではなそう。足見ただけでわかんの。入りまーす。すいません。あざーす。緊張してるせいか、いちいちびっくりで。かわいいな、お前は。とにかく行ってみよう。行くか。さあ、入門です。こんなとこに入り口が。骨じゃないやな、これは。はしごないな。うわあ、ポケモン、ダンジョンやってる BGM だな。ダンジョンの BGM だわ、これは。いいですね。たったた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 。ここがプクリンのギルドか。ポケモンたちがたくさんいるけどみんな探検隊なのかな。どうなんやろね。ほい。アペラップさんです。さっき入ってきたのはお前たちなの？声高いですね。私はペラップ、ここら辺では一番の情報であり、情報通であり、プクリン親方一の子分だ。まあ、多分こんな喋り方なんやろ、多分ね。介入やアンケートならお断りだよ。さあ帰った帰った。違うよ。そんなことで来たんじゃない。僕たち探検隊になる。そうなんだ。俺たちの目を見てくれ。修行をするために来たんだよ。そうだ。今時珍しい子だよ。このギルドに弟子入りしたいとは。あんな厳しい修行はもうとても耐えられないと言って、脱走するポケモンは後は立たないというのに。ねえ、探検隊の修行ってそんな厳しいの？はっ。いや、そんなことないよ。探検隊の修行はとーっても楽ちん。そっか、探検隊になりたいなら早く行ってくれなきゃ。完全に、あれやな、アルバイト先の店長やな。ここの仕事大変だけど、まあ覚えたら楽だからっていうタイプの店長やな、こいつは。じゃあ早速チームを登録するからついてきてね。急に声かかった。何してんの？こっちだよ！さあ早く！いつか絶対忘れるわ、この声って。ペラップが。ここはギルドの地下2階。もう今忘れるね。主に弟子たちが働く場所だ。チームの登録はこっちだ、さあ早く。さあ行こうか。うわ、ここは地下2階なのに外が見えるよ。いちいちはしゃぐんじゃない。うわ、厳しいぞ。ここのバイトやめとこうぜ。やめとこうぜ。このギルドは崖の上に立てる。だから外も見えるんだよ。へえ。さあ、ここがプクリン親方のお部屋だ。くれぐれも。くれぐれも粗相がないようにな。それは何？フリーですかい？ペラップです。入りまーす。さあ、社員ですね。本社の人やな、これ多分。親方様。こちらが今度新しく弟子入りを希望してる。そうです、僕たちです。親方様？親方様。はい、どうも。いや、僕はプクリ。ここのギルドの親方だよ。探検隊になりたいんだって。じゃあ一緒に頑張ろうね。とりあえず探検隊のチーム名を登録しなきゃ。君たちのチームだ。あ、チームの名前か。どうしようかな。チームの名前なんてね、難しいっすね。いい名前。ポケダンズはね、ダサすぎてね。ピザポテトですね。はい。最近よく食ってるんで。ピザポテト。ピザポテト。うん、いい名前。ああ、いいだろ。ほんと、うまいんだよ。決まりだね。じゃあ、ピザポテト。ああ、お願いします。ピザポテトです。みんな登録。はあ。おめでとう。これで君たちも今日から探検で。やったぜ。チームピザポテト。さあ、お、なんかこれだ。ポケモン探検隊キット。探検隊に必要なもの。ああ、早く中を開けてみて。く、
パン。開けてみた。お、探検隊バッジと、多分バッグが入ってんだよね。地図も入ってますね。はいはいはい。とても便利な地図。めちゃめちゃ雑な説明な地図だけ。なんで拾った道具を取っておけるんだよ。また君たちのこれからの活躍によってバッグの中身はどんどん大きくなっていくという、とても不思議な、不思議だよね。めっちゃ不思議やわ。まあ、その分重くはなれるけどな。防御スカーフ。濃いピンクリボン。濃いピンクリボンってあれなんかな？自分の最初の性格によって変わるんかな？最初のあれ、俺、濃いピンクのリボンみたいな感じだったもんね。君たちの探検にはきっと役立つと思うよ。ありがとうございます！ありがとうございます。頑張ります。いや、本社の人に認められたらね、時給もアップも目の前ですから。はい。ワルビが、頑張ろう。やるぞ、日の嵐っち。おいしょえ。よいしょえ。さあ、俺たちの部屋だ、ここは。わーい、ベッドだ。これからお前たちには住み込みで働いてもらう。明日から忙しいぞ。早起きしなきゃなんないし、規則も厳しい。夜更かしはしないようで、今日はもう早めに寝る。あ、OK です。任しといて。いいっすね。部屋もらったで。早速、弟子の上に。ね。よほど期待されてるやな、俺たち。いや、まだ寝方可愛いな。野生を忘れた寝方してんだ、こいつら。ねえ、わらび。まだ起きてますよ。大丈夫だよ。僕はもう今日ずっとドキドキだったけど。でも思い切ってここに来てよかったよ。プクリもきっと怖いのかと思ったけど、案外優しそうだったしさ。明日からまたいろんなことがありそうだけど、でも僕たちそんなに怖くない。逆にこれからどんな冒険があるんだろうってワクワクしてるんだよ。俺もちょっとワクワクしてるわ。少し眠くなってきちゃった。明日から頑張ろう。じゃあね、わらび、おやすみなさい。寝ようぜ、とりあえず。なんかあっという間にギルド入門しちゃったね。確かに探検隊やるのはワクワクするし、山田と一緒にいるのも楽しそうなんだけど。でも、それより、自分は一体何者なんだろう。大体どうして自分はポケモンになってしまったんだろう。こいつのメンタルすげえよな、マジで。人間からポケモンになって、ここまでもう対応できないもんな。どうしてあの浜辺に倒れていたんだろう。こっちも眠くなってきちゃったよ。まあいいか、今考えても仕方ないし。とりあえず、ギルドの仕事を頑張ろう。そうすればきっと見えてくるよ。真実も、そのうち。めちゃめちゃポジティブ。俺だったら、暴れ回るけどな。いきなりポケモンになってたら。おかしいもんね。